時、よくこの箱の中で考え事をするんです。この鎧と箱、直平おじいちゃんからもらったのですが、代々井伊家の当主が身につけたものらしいんです。これには歴代井伊家当主の誇りや思いがこもっていて、鎧を着て箱に入ると何か分かってきそうな気になります。当主の務めを果たすのは大変ですが、こうして今日もなんとか乗り切ってます。それでは私はこれで失礼します。親友のおたずちゃんです。遠州を守るために頑張ってる仲間で、地元では椿姫と歌われるほどの人気者なんです。いいおたずと申します。いつも直虎がお世話になってます。大したものではございませんが、お茶をお入れいたしますね。遠州のお茶とおたずちゃんにかなうものなんてないです。実はセナちゃんが、私の親戚なんですが、吉本様の姪で今は家康様の奥さんなんですけど、信長さんによく思われていないみたいで、ひどい扱いを受けていると相談されたんです。信長さんが今川嫌いだからといって他の家のことに文句つけてくるのっておかしいですよね。自分もいろいろありますし、政治はもろもろ複雑だって分かってるんですけど、どうも納得いかなくて、すみません、いつも愚痴聞いてもらっちゃって。あなたと話せて少し気が楽になりました。あのこれからも困ったことがあったら相談乗ってもらってもいいですか？ありがとうございます。辛いこととかあったらすぐあなたに相談させてもらっちゃいます。いつもいつもすみません。私なんかのために。あ、もしかしてあれ、家康様の鷹さんかもです。早速捕まえちゃいましょう。鷹さん、天竜川より
私、あなたがいないとダメみたいです。でも見てください、タカさん、私が捕まえました。